今日はおしゃべり会なんですけど、午後からなんですけど、私7時に起きて、気づいたらこの時間。二度寝しようと思ったけどできなかった。おはようございます。暖かくなってきた。春感じますね。主に目から。いやー、私は鼻から皆さんは花粉ひどいよね。なんか本当になんかいじめかなって思う、花粉症の人に対して。今までで一番かゆいかもしれない。鼻がさ、鼻噛みすぎて乾燥がすごくて、鼻の周り。プリキュア見てる。この時間帯なの。新潟も1,2,3,4 プリキュア5 絶対違う。今もうプリキュアの世界知らなすぎて、プリキュア5までしか知らない。辛い、本当に。花粉症じゃない人の方が少ないのかなってぐらいみんな痒いって言ってる。私も昔は違かったのに、なんか花粉症っていつだか急にやってくるんだよね。お腹すいた。これメイクちょっと進めたら、うどん食べる。目の前にあるけど、お湯沸かしたけどちょっとまだ食べれなかった。何飲んでるの？さ、白湯です白湯を飲んでます。お湯沸かして朝も朝一も飲んだんだけど、白湯が好きっていうか、常温の方が好きです。プリキュア5は、最初青が好きだったんだけど、途中から6人目の紫が出てきて、もう完全に紫に推し変しました。ずっと5人だったのに、だから急に6人目の出てきて、私それから紫好きな気がするな。なんかそのプリキュアが可愛すぎて、それから紫好きかもしれない。すごっ、私のアイドル人生を変えてる。紫と白がセリウムカラーだもん。名前も忘れたけど、ブラックプリキュア、ブラック。あ、そう、最初の2人はプリキュア以来のなんかブラックみたいな名前だった気がする。ちょっと忘れた。本当に今日話したいことがたくさんある。そう、今日は久しぶりのおしゃべり会です。久しぶりかな。久しぶりだよね。久しぶりに感じる。毎週のように会ったから。久しぶりに見に来ました。配信もね、久しぶりな気がします。私朝からありがとうございます。そうだね、紫本当に可愛かったんだよね。なんか小保育園の頃さ、プリキュアの劇をやる時期がプリキュア5で、
6人目のプリキュアが出る出ないぐらいの時で、まだ出てなくて、で同じ年の子が6人いて、7人ぐらいいて、あ違う、6人いたんだ。だからプリキュア5で5人はちゃんと今いるプリキュアに当てはまるけど、1人だけ当てはまらないってなって、私、それが私で、私だけその紫が出る前だったから、2人はプリキュア時代のブラック、オレンジの髪のなんだっけ、サツキだっけ、私だけ1世代前のプリキュアで6人目の役やったの。そしたらその劇をやった後ぐらいに6人目の紫のプリキュアが出て、これやりたかったってなった記憶がある。みんなプリキュア5だったのに、私だけ1個前の世代の。でもそのプリキュアが好きだったから嬉しかった。5より2人はプリキュアの方が好きだったから。なんで覚えてんだろうこれ。私そういう昔の記憶全然ないのに急に覚えてる。というわけ違うの。もう悲しいとかもなかった気がする。ミルキーローズ、ミルキーローズってなんだっけ、知ってる調べたでしょ。1月以来のしゃべり会、楽しみのしゃべり会。今日はなんか時間足りないんじゃないかって思う。4部から7部でそれぐらい、なんかこのおしゃべり会してないちょっとの空いた期間でいろいろありすぎたよね。肌がトーンアップしました。 1,2,3,4 プリキュア、プリプリキュ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 はエビバリエスパイト。早く人参食べたい。花粉の薬飲まなきゃ。なんかもうひどすぎて、夜1錠の薬を朝に飲もうと決めた。昨日そうしたらなんかちょっと楽だったね。昨日花粉少なかったかな、もしかして。おはよう、みんなおはよう。そう、歌唱力の話ですよね多分一番は。でもね、劇場はね、お見送りの時声出しOKなったから、割とそこで結構リアルタイムではないけど、終わってすぐにおめでとうおめでとうって聞けて嬉しかったんですけど、でも今日また、今日っていうかまだ全然余韻にひたひたなので、歌唱力に関して今日も余韻に浸らさせていただきます。鼻かゆい、大事に、ありがとう。25日に参加します。前理念の愛を深めていきます。よろしくお願いします。愛を深めて。舞台の話もしたいです。舞台のちょっとずつ動き出してます。こちらの方では。この状態で朝ごはん食べていいかな。リップだけ塗っとこう。
モンスターリップの新しいのをゲットしました。新しいっていうか一番ずっと使ってたのがなくなって、もう今は普通にゲットできるけど、やっぱこれが一番いい。まつげが上がってくれてるからね、メイクしなくてもそれなりに。眉毛だけ描いとこう、気持ち程度に。いや私お湯熱々じゃなきゃだから、ちょっと今のうちお湯温めてこう。こっちに持ってきてたんだけど、お椀でうどんの方がねあるから、これを食べます。あと人参、生の人参。もう暑いからもうすぐ終わった。最近のプリキュア何エンディングのダンスが見どころ。へえ、ダンスあるんだ。でもそれ見たらなんか踊る子供たちがいっぱいいそうで、めっちゃ可愛い。想像したらテレビの前で毎週日曜日。でもそういうのでさ、プリキュアに憧れる女の子からアイドルに憧れる女の子になっていく気がする。そういう音じゃない。え、これで合ってるよね。お前さ、マスカラをアイマスカラをまつげに塗っちゃった。まつげ薄くなった。色素が寿司食べたい。よし、優勝おめでとうって。まだ余韻ひたひたなのでありがとうございます。嬉しい、おめでとうって言葉。でもハワイの行くっていう現実味が本当になすぎて、うん、パスポートまだ更新してないし、全然いつ行くかも多分これから決まるんですけど、クッキー、クッキーありがとう。危な、びっくりした。人参サラダスティックみたいなの、普通に自分で切った生の人参、生の人参がいっちゃ美味しい。まあ、チンして美味しいけど。本当はカップうどん食べようと思ったけど、なんかそんな食べてもすぐお昼来そうなので、やっぱ3食食べたいので、私は3食食べるのを楽しみに来ている女なので、小さめの方にしました。この麺のさ、お菓子のスナックみたいなのが好き。知ってます？お椀でできるどん兵衛、乾麺で
そうなってて、でも日曜日っていうのさ、ほんと朝起きてから知った、携帯見てなんかわかんないけど昨日日曜日な気がして、月曜日かなみたいな。でもおしゃべり会だって、みんな今日はお休みですか、まだ寝てる人は多いのかな、そんなことない、そろそろ起きるぐらいお休みだったら。何分待つんだっけこれ、もう食べようとしちゃった、これ混ぜて4分、4分待つんだ、4分待てるかな、3分20秒、人参は、お前これ風船が来た、人参大好物なんです、食べたことない知ってるけど、これなんか柚子仕立てうどんみたいな感じで柚子が効いててめっちゃ優しいです、スープが辛さにぴったり。人参はシチューが食べたくて買いました、この前シチュー作りたくて具材買ったのに結局めんどくさくて作らなくて、人参だけでじゃがいもだけでみたいな食べたんだけど、またスーパーで買って今回は作れました、4日前ぐらいに作った、それの残りです。4分待てるかな4分待てるかな、だってこれなんか3分の見た目してるじゃん、3分で食べたくなっちゃう、かわいいの、お花が入ってるの、新しく出たのかな、ハワイでスケボーの写真待ってる、スケボーをね、ハワイでさ、スケボー本当にしたいです、ショールームでひのちゃんとリリノと3人で振り返り配信した時、歌唱力めっちゃアピールしたけど、伝わってるかどうか、あくびが、昨日本当に早く寝たのにさ、早くっていう、まあ12時とかだけど、12時にちゃんとベッドに入ったのに本当に眠れなくて、こう目つぶっても目つぶってるだけで全然起きてるみたいな、で多分携帯もいじらずに目つぶって、あ寝れない寝れないって思って2時までは起きてた、なんか LINE の通知がポンポポってなって見なかったんだけど、でも今日の朝見たらそれが2時ぐらいだったから2時まで起きてたんだって思って、2時間寝れなかった、かわいそうじゃない、人参食べよう、いただきます、サッカーですか、あ野球ね、みんなすごい盛り上がってるけど私は見れてないです、いただきます、これ人参苦手な人からしたらもうやばいんだろうな、ただ皮めて切っただけ、うまっ、甘い、ん？すごい野球ボールだ、え？ショールームでも盛り上げてるの？もう4分経った、最近タイマーのさ
音が鳴んないんだけど、めっちゃやだこれ。どうやったら治るんだろう。タイマー終わってくれても音鳴らないの。やだなって思いながら直し方を調べずにずっともう半年ぐらい。そのお菓子感覚、え、ほんとにそう。スナック菓子より好きだわ。何でつけて食べるの？美味しいよね。つけなくても美味しいよ。でも今日はつける気分だ。なんかご飯作りながらつまみ食いでキッチンで立ちながら人参食べながら料理したりする。ちょっとスープ少なかったかも。この目分量でさ、140-160ml とかそういうの本当に分かんない。測んなきゃ。そういうのって料理しながら覚えるもんだと思うけど、私覚えようとしなすぎて毎回これぐらいで大丈夫かなって思う。絶対少なかった。いただきます。じゃーん。これがお盆でどん兵衛です。お椀でどん兵衛だ。いただきます。つまみ食い大好きマン。どのどん兵衛よりもお椀でどん兵衛麺がすごい薄くて、薄い平た麺でチュルチュルって チュルチュルって食べれます。食べやすい。こんな薄いのに麺が甘い。どん兵衛の麺が好きなんだよな。麺甘くない？4分待ってた。薄くなりがち。私薄くなるなら濃い方が全然いいから少なめぐらいにする。おいしい。これの そうめんもあるの。これもおいしかった。ゆずしたてで。でもね、やっぱカップとはまた違う美味しさ。同じどん兵衛でも。駄菓子屋さんでいう豚麺みたいな感じ。ちょっとお菓子っぽい。春ですね。桜、これ桜かわいい。このほっぺにつけたらかわいそう。美味しそうに食べる、よく言われます。
友達とご飯食べてても。言われすぎて自分で確かにって思ってきた。この前地元の友達に久しぶりに会えたんだ。仲良し6人組がいるんです、地元に。私含めて6人。飲み干した、美味しすぎた。中学1年生の頃の中1のクラスの人たちなんですけど、私中2からこ NGT 入ってるから地元の中学1年ちょっとしかいなかったんですけど、その1年ちょっとで2年生でクラス変わってからも仲良くて、今になっても仲いいっていう。21歳になっても。メールで書きました。メール取ってくださってる方見てくれたかな。6人の中で22とか3人とか4人とか5人の時もあったけど、6人全員揃うこと本当に私が NGT 入ってから1回もなくて、 NGT に加入が決まった時も友達の子の友達の中の1人の女の子の家でお別れ会してくれて、めっちゃみんなで号泣したぐらい。お別れもさ、連絡取ってたり、あ、会ったり、地元帰った時に。毎年新潟来てくれる子もいるし、ツアーも来てくれた、そのうちの2人が。埼玉公園来てくれてた。そう、その、そう、普通にさ、AKB みんな大好きだったし、めっちゃコンサート楽しかったって言ってた。みんながちゃんとアイドルしててびっくりしたって。いい音すぎる。うん、友達と会うと毎回いつまで NG って言い続けるのって毎回そういう話になるんですよ。
勝野のことも毎回会うたびすごい話すんですけど、本当にめちゃくちゃ相談とか乗ってくれてすごい、みんなもアイドルやってるってぐらいめっちゃ分かってくれるんですよ、気持ちを、アイドル側の気持ちを。だからすごいめっちゃ支えられてて、活動の面でも。で今回も久しぶりに会って、久しぶりにってか初めて6人で集まって、6人では全員では初めて集まって、本当にこんな8年も頑張ってると思わなかったみたいな。毎回私の中学の頃の話になるじゃないですか、そういう中学の頃の友達だから。で本当にアイドルになると思わなかったよねみたいな、てか本当にすぐ戻ってくると思ってたみたいな、毎回のように同じこと言われるんですけど、友達になんか結構8年って本当にすごいじゃないですか。そういう話になって、本当によく続けてられるねみたいな、本当にすごいと思うみたいな、一つのことそんな続けてるのって。で友達に逃げたくならないみたいな、逃げたくならないっていう風に聞かれたんですよ。すごいなんか辛そう、辛いっていうか本当に大変そうに見えてるみたいで、周りの子たちからは。全然仲良くないというか、全然そういう私がアイドルの話とかしてなかったら多分もう本当にキラキラしてて楽しそうみたいな、人生楽しそうみたいな、分かんない人だったらそう思うと思うんですけど、すごい毎年のように集まるたびに、毎回会うたびに話すような人たちだから、なんか本当に続けてることをすごいすごいみたいな毎回言ってくれるんですけど、みんな。まあ確かになって思いながら、でも楽しくてやってるからなっていう気持ちもあったんですけど、逃げたくならないって言われて、あー逃げたくかみたいななって、なんで続けてられるのって言われて、すごい考えたんです。なんでだろう、8年って確かにいつ卒業してもおかしくないよなって考えて、確かになんでだろうってちょっと最初なんでだろうってなったんですけど、パッて考えて出てきたのが、なんか周りに一緒に頑張りたいって、同じ気持ちで頑張りたいって思ってくれる人がいっぱいいるからみたいな感じでこの言葉が出てきて、それで友達にもすごいみたいな感じで言われたんですけど、私もその言葉が出てきてびっくりして、考えた末にもっと軽い感じで答えるつもりがすごいうーんって悩んで出てきた言葉が、それで、あ、そういうことかって自分で言って自分で気づいた、言うからみたいな感じで言って、まあでもそうなんだって自分の言葉に自分で気づかされた。続けようって思いがあるから8年やってきてるけど、なんで続けてるのって意外とそんな考えたことなくて、8年意外とあっという間、うん、あっという間だって。中学生の頃の記憶もすごい覚えてるし、今でも中2で入って今21歳、あっという間でした。続けるってすごいよね。続かないもん人間。そうそう、そんな、え、あと8年で30歳なの私。長、え、長、え、30歳まで長いわ。そしたら8年あっという間だったけど、
ごいな。8年すごいわ。始めたのが早かったからな。すぐ帰ってくるって思われてたのは普通に私が友達大好きすぎたから普通に寂しくなって帰ってくると思ってたみたいな感じです。もうすっごいもうその6人のことがめっちゃ大好きでだったし学校もめっちゃ楽しかった人だからまずその NGT 受かってもその転そこまで転校するっていう気持ちにを決心できると思わなかったっていうびっくりとでもいざ本当に行ってもすぐ、まあ、寂しくなって帰ってくるだろうなっていう感じだったんだと思うみんな友達は実際寂しいはあったけど最初のことがめっちゃホームシックだったけどそれ以上に活動がとにかく楽しすぎた。から続いて、まあ、最初が研究生スタートだったのはねでかい多くいいかもしれない。しかも研究生の期間が3年半だったからそれがもし最初いきなり正規メンバーになってたらもしかしたらもう満足して正規メンバーって結構初期の頃いろんなことしてたから N3 のメンバーだからもしかしたらもうそこで満足してすぐ辞めてたかもしれない。研究生時代が長かったことによって正規メンバーに なりたいっていう気持ちとなってからその N3 みたいに活躍したいっていう気持ちで3年半研究生やって昇格してからもう正規メンバーとしてちょっと研究生では見れなかった景色を見たいっていうので、まあ、続いちゃったっていうか続いたっていうだと思う。だから研究生スタートじゃなかったらこんなにやってないかもしれない逆に。で今研究生スタートで残ってるっていうか卒業現役メンバーは私と美晴今の現役メンバーで言ったら初めまして。30歳までいてくださいってめっちゃ簡単に言うけどあんまり簡単に言わないでください。8年経ってもまだ21歳若いんだ私って。本当に研究生時代があったから本当に8年続いてるなって思う。原点は本当そこですね。みんな多分研究生元研究生のメンバーそういう気持ちで多分活動頑張ってきたと思う。研究生で悔しい期間が、まあ、長かったから正規メンバーになってから頑張ろうって研究生の時も頑張ってたけど正規メンバーにしかできないこともあるからそれを夢見て頑張ろうっていう気持ちだったと思う。だって昇格したの10人だよ。嬉しくない？そんな長い間さ研究生期間過ごしてきてそこまで、あ、10人じゃなかったごめんなさい、あのそこあの一気に2人だけとかじゃなくて全員でだよっていうことを言いたかった。それは嬉しいよね。みんなで一気にしかもときメッセで発表されて昇格発表そこで本当に頑張ろうって、まあ、チームは別れちゃったけどそれぞれが思ってて
なんかお腹空いてきたね。お腹空いてきた嘘だけど、ちょっと物足りなさ。朝ごはん、お昼まで我慢しよう。20代あっという間だよね。10代以上にあっという間なのかな。美容院いいな。私も行きたいけど、やりたい髪色なすぎて、なんかこの髪の長さも全然気に入ってないから、なんか楽しくない。美容院何色にしよう。茶色飽きた。でも去年の1年めっちゃいろんな髪色してた。写真振り返った。金髪もやったし、オレンジっぽいのも赤っぽいのもやったし、紫もやったし、ピンク系やってないな。ピンクベージュ系。え、てか青が染めてたの見てない？青がね、ピンクベージュみたいな髪染めたみたいで、まだ会えてないんですけど、今日見れるから楽しみ。好き、ありがとう。配信そろそろ終わりにしようかな。みんないろいろ日曜日の朝も忙しいと思うので。ハイトーンボブには懐かしい。わかるわかる。ハイトーンボブやってたよね。でもなんかボブだったからか、なんかハイトーンなのになんかそんなチャラくはなかった気がする。ハイトーンイコールなんかチャラいみたいなのめっちゃ嫌なんですけど、でもなんかそう見えなかった気がする。ちゃんといい感じだった。多分この長さでハイトーンしたらすごいギャルになる気はする。どうしよっかな。でもまあこの暖色系の茶色が一番安定っていうか似合うっていうか、落ち着くっていうか、肌の色に合ってるっていうか。何色にしよう。なんでもいいや、お任せにしよう。それではそろそろ終わりにしたいと思う。おはようおはようって。やっぱ日曜日ってみんなさ、この時間なのかな。9時ぐらいには起きとくかみたいな。伸ばす予定あります。あります。今伸ばしてます、絶賛。え、待って、私去年のさ夏にさこれぐらいだったよ。え、こんな伸びる？こんな正確ではないと思うけど、伸びんの早くない？もう多分今年の冬にはめっちゃロングだわ。ごめん、2回も蹴っちゃった。いや9時半起き勢だよ絶対。だって9時30何分でしょ今。9時半に起きてすぐ携帯開いたパターンじゃない。勝手に想像する。10センチは伸びてない。でも半年でこれだとしてもう半年でしょ。冬ぐらいにはここら辺まで行くんじゃない。ロングにしたら黒髪にしたくなるだろうな。でもロングのハイトーンはやったことないからやってみたいな。それも今年の夏またやろっかな。いやでもなんか夏になったらハイトーンにする女の人なんかおもろい。
夏来たぜみたいな。めっちゃ夏好きな人みたい。まあいっか、うん、今はやりたい色が本当にない。ギャルだった結局。ギャルではない。でも なんかでも夏に黒髪ってなんかなんだろう、フェスとかが多いからやっぱりテンション上がるんだよね。髪色がかわいくすると多分そういうことかな。じゃあそろそろ終わりにしたいと思いますね。朝から配信ありがとう。こちらこそ朝から見てくれてありがとう。みんなおはよう。今日はおしゃべり会よろしくお願いします。ランキング読むね。13位、サーフファイサーフサーファーの方ありがとうございます。12位マス先生ありがとうございます。え、11位リアさんありがとうございます。10位ハルポンさんありがとうございます。9位ミスターさんありがとうございます。8位カラスさんありがとうございます。7位杉野さんありがとうございます。6位レアの土方さんありがとうございます。5位聖司レイナさんがとても心配です、ありがとうございます。4位ひろしパパさんありがとうございます。3位竹めぐさんありがとうございます。2位赤シャチさんありがとうございます。そして1位まゆちゃんありがとうございます。花粉症の薬今すぐ飲みます。あと2粒しかない、買いに行かなきゃ。え、今日病院行こうと思ったのにさ、日曜日やん。月曜日だと思ってたの今日レイナ。なんで行けたのに月曜日だったら。おやすみなさい、間違えた。おはようございました、ありがとうございました。スクショしとこう。ちょっとファンで塗ってる最中のスクショ載せられたら嫌だから今スクショタイムです。目がしょぼしょぼしてる花粉で。あとさ、花粉って喉も乾燥するよね。朝起きたら喉が痛すぎて今治ったんだけど。ありがとうございます。やばい、来た、来てる、鼻かゆいのが。でもさ、室内にいてなんでかゆくなるの、本当にやだ。花粉が舞ってるのかな、この部屋にも。皆さん今日も一日頑張ろう。おーイエーイ、ありがとうございました。あ、本当ありがとう。またねー、おしゃべり会よろしくお願いします。